皆さんこんにちは、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はこちらの妖怪メダルを使って遊んでみたいと思います。ここに10枚ずつ積んだ妖怪メダルが合計15個あるんですけど、最大何枚積めるかっていうのをやってみたいんですよね。支えなしで、名付けて妖怪メダル積む積む。では20枚目いきます。はい、うお、なんかもうすでにグラッときてんだけど、手直しありね。続きましてメリケンメダル10枚いきます。これ色違いで積んでいくと分かりやすいね、何枚積んだか。現在30枚、カラーバリエーションが美しい。40枚目のチャレンジ、おお。続いて50枚目いきます。銀フレーム、うわ、いきなりの不安定、いきなりの不安定。妖怪メダル50枚でちょうどびっくりコマさんの身長ぐらいまで来ました。もんげー。目標は目指せ100枚です。よっしゃ、いきますか。60枚目いきます。100枚いけなかったらやり直そう俺。おお、いけた。続いて70枚目の挑戦いきます。メリケンメダル、うわわ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 わ、マジかよ。ラストチャレンジいきます。標高80枚の景色。おー、震えてるけどなんとかいけた。90枚。ではいよいよ目標の100枚いきます。倒れる気しかせえへんねんけど。あー、厳しい。いけた。微調整でいけた100枚。やば、もう100枚いけたんで、あとはもう気楽にいこっか。110枚目、いけんのかな。いきます。ポンといた方がいいかな。ポン、あー難しかった。はい、今回はここまでです。最後まで視聴ありがとうございました。